こんばんは、尊敬する監守よ。血と夜の城、欲望と不死の楽園へようこそ。いやはや、このような挨拶はお気に召さないようですね。ということは、苦手な人の前では笑顔が作れないということでしょうか。それは残念です。私たちには実に共通点が多い。それゆえ、親しくなれると思ったのですが。ご存知の通り、私の力は、かの有名なトランシルバニアの貴族から受け継いでおります。生と死の境を越え、人間を超えた存在になりました。あなたの経歴も似ているのではないでしょうか。死後に新たな生を受けたあなたは、監視の力を手に入れたのでしょう。ですから、私たちは理解し合えるのではないか、と思ったのです。ははは。その返事を聞いて安心しました。もし、お互い理解し合えるだろうなど、興ざめなことを言われてしまったらと、心配していましたよ。アーカー社の監守よ。あなたと私は、やはり憎み合っていますね。故に、あなたは私の欲望をかき立て、私たちの戦いに意味が生まれる。これからはライバルとして、互いのことを知り、理解を深めていきましょう。本当につまらない。あなたのそばにいれば、様々な楽しみがあると思っていたのに、監視の生活がこんなに退屈なものだったとは、知りませんでした。火種の手がかりを集めたり、世界中に散らばっている現象を探したり、膨大な量の長ったらしく地味な報告書を作ったり、このままでは不満を抑えきれず、あなたに何かしてしまってもおかしくありませんね。監視の力を持っているくせに、毎日仕事に明け暮れるなんて、本当にそれでいいのですか？心の奥底では、監視の力が秘めている可能性を試してみたい。そう思いではありませんか？どうやら、自分の欲望と向き合う勇気がないようですね。しかし、あなたは今でも、あの誰かが刺される悪夢を見て、夜中に目覚めることがあるでしょう？互いのことを知り、理解し合おうと言ったはずです。私には、人を追い詰める趣味はないのですが、あなたがいつまで経ってもそのように無防備なので、さすがの私もがっかりしますよ。相変わらずあなたは日々退屈な業務に縛られているようですね。そろそろ私が言ったことについて考えてみてはどうでしょうか。正直に、己の欲望と向き合うということですよ。気がついたのです。かつて死を経験したあなたは、不死の扉を意識し始めた。私と同じように。私とあなたでは雲泥の差がありますが、今あなたの体内には、
アーカーシャの炎と呼ばれる鍵があります。それを使って不死の扉を開けられるかどうか試してみたいと思いませんか？なるほど、あなたは本能のままに行動することを許さないという薄っぺらな責任感をお持ちのようですね。監視としての仕事さえこなしていればいつか希望が見えてくる、そう錯覚しているようですね。希望、実に美しい言葉です。その美しさは敗者の悲惨な末路すら覆い隠してしまう。それらが散っていく様を見ることは何よりも私を魅了する。もしその希望をあなたから奪うことができるのなら、私はこれまでに感じたことのない最高の喜びを得られるでしょう。あなたの戦略は効果的でしたが、そんなに惨めな姿になるとは。これまであなたを買いかぶっていたかもしれませんね。この程度の戦闘で命を落とすようならば、ひどい結末です。あなたのそばにいる忠実な原初たちと違って、私はあなたと共に死ぬつもりはありません。前にも言ったように、私はあなたから希望を奪いたい。あなたは大切なものを守りきれず全力を尽くしたとしても運命を変えることはできないと思い知るでしょう。またそんな目をして。初めて会った時からその目が嫌いでした。そして今に至るまで、あなたは自分が一体何と戦っているのか、さっぱり理解していない。あなたに幾度となく悪夢を見せてくるあいつらが、どんな力を持っているのか、理解していない。とてつもない石頭のようですね。もうしばらくの間、あなたに飽きることはなさそうです。ここに漂う熱狂と混沌はとても懐かしいものです。やはりどれほど時間が経っても書簡の居心地が良くなることなどありません。まさかこんなにも長い間あの人のそばにいることになるとは思ってもいませんでした。楽しくなかったといえば嘘になりますが、それ以上に自分の忍耐強さに驚いていますよ。いつでもあの人から希望を奪い取ってやりたいと思っています。儚くも美しく咲き誇る花が散るところを見てみて。しかし不思議なもので、その脆いはずの希望は一度も色褪せることはありませんでした。それに引き換え、私の欲望は茨のように心に深く突き刺さり、血が流れ私を狂わせます。ん？おや、いらっしゃったとは気づきませんでした。これは失礼を。
看守、そこにいらっしゃいますね。申し訳ありませんが、今は姿をお見せすることができません。あなただって、この場の凄惨な光景を見たくはないでしょう。出会った時から、私たちは互いを憎み合ってきました。それはとても光栄なことです。あなたは私を利用し、私もあなたから相応の楽しみを得られる。きっと、これからも互いを必要とするでしょう。そうして、あなたは私の最も憎むべき敵。つまり、我が友となるのかもしれません。